はい、こんにちは。派遣社員の独り言、第245回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、ヘルプデスクのこの先について取り上げてみたいと思います。私が働いているこのヘルプデスクなんですが、ちょっと心配事がありまして、前にもお伝えしましたけれども、私の雇用契約期間が3年を迎えて、契約終了となるか、もしくはそのまま直接雇用ということで継続して働くことができるのかということが挙げられます。ただ一方、派遣契約の問題ではなく、ヘルプデスクそのものがですね、継続できるのかというところがちょっと最近ちょっと怪しくなってきたんですよね。というのも、私はスターティングメンバーとして、当初から携わっているものなんですけれども、当然新しいシステムとか導入された時っていうのは、たくさんの方からもう一日に何十本もですね、電話連絡が来たりとか、メールの問い合わせが来たりとかということで日々追われているような状況だったんですけれども、やっぱりある程度一段落すると、ユーザーさんも使い勝手が分かったので、あんまり問い合わせをしてくることがなくなってきたんですよね。で、月を追うごとに、もう1日にかかってくる件数っていうのが、もう本当にひどいと1桁になったりとか、そういった時もあるんですよ。ただちょっと波あるっていうのは正直なところなんですけども、全体的に見ると、やっぱり問い合わせ件数というのは格段に減っているという事実があります。で、当然それは定期的に派遣先の方には報告してるんで、派遣先の方としても、順調に使い方はユーザーの方で、理解してもらえてるんだなということで、いい方向ですねという評価はいただいてるんですね。ただ、私たちの派遣社員の立場から見ると、この落ち着きというのがですね、実は一番恐ろしくて、いわゆるそのヘルプデスク の縮小、もしくは廃止というような方向に向かってしまうんではないかなというように考えております。いきなりなくなるっていうことはないと思うので、おそらく人数を減らして事業の縮小ということになるかと思うんですね。これまでも同じような経験をしてきたので、大体流れっていうのはわかると思うんです。SV がいて、その下に1人か2人いるような感じで、完全になくなるのはないかな。ちょっとそこまで長くいたことはないんで分かんないんですけども、完全になくならないとしても、数人程度で、継続してやっていくレベルになるかと思うんです。そういった時にですね、果たして自分が残れるかどうかというところで、いろいろ頑張ってきたわけなんですけども、ただこれもまた前の回で話した通り、いくら頑張ったところで評価制度というのがほぼないに近い状態で、しかも時給アップというように給与に反映されることもないんですね。だから頑張っても意味がないんですよ。こういう言い方するとあんまり良くないかもしれないんですけども、頑張っても結局評価が上がらず、時給も上がらないので、現状維持というのが今の私の方針なんですね。なので、もしかしたらこれが評価されずに、契約終了になる可能性というのも十分考えられます。ただ、知識としては初めからいるので、かなり他の方と比較すると、頭の中に入っている、俗人化してあまり良くないんですけれども、知識というの部分では、他の方にとってはちょっとプラスになっているかなというようには思えるんですね。いずれにしても、派遣先の企業の方からしてヘルプデスクをどうするかというところについては、今のところ私の考えとしてはちょっと将来なくなるんじゃないかなと思ってるんですね。なくなるといっても、今私たちがいるヘルプデスクがなくなって、他のヘルプデスクとこと合体させられてしまうというような感じで、細々とやっていくような感じになるんじゃないかなと思います。そんな時に実際自分がどうなっているかは、この先わからないので、今からちょっと不安に思って、最近またちょっと新しい仕事を探し始めてるんですけども、ただ今ちょっと大きなプロジェクトもあるので、すぐに辞めますっていうわけにもいかないから、ちょっと応募するのも躊躇しているような状況なんですね。ただ比較的前もお伝えした通り、そのテレワーク等の影響もあって、こういった業務のですね、需要というのは多少ちょっと伸びてはきているんで、時給もですね、そこそこ良くて、仕事っていうのもある感じではあるんですが、すぐに移れるかどうかっていうところはちょっと別として、
私もちょっと考えないといけないかなというように思っております。まあ、ただいろいろお世話になった方とかですね、まあ、仲いい方ともいらっしゃるんで、まあ、そういった方と離れ離れになったりとか、まあ、比較的今の職場が福利厚生がよく働きやすい職場なので、また新しく変わるとどんな職場になるのかなという不安もあるので、すぐにちょっと動くことはできないんですけども、まあ、そろそろちょっと次の仕事っていうのも探しながら進んでいきたいなと思いまして、今回お話を以上終わらせていただきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。